かわいい。2D かわいすぎる。おっきい子。動いてる動いてる。動いてますよ、キリンちゃん。そうですね。ガンボルトギブスはですね、キリンとガンボルトの2人の主人公を切り替えながらゲームを進めていくんですけれども、まずはキリンを見てもらおう。まずキリンね。はい。うん、まあさっきの PV でも紹介していただきましたけども、うん、尺上型の仕込み型。これが尺上ですね。おお、かっこいい。かっこいい。もうアズミって感じ。かっこいい。はい。かっこいい。で、そうですね。あとはゴフ。7枚まで一度やる。細かすぎて見えないかと思った。すごいすごい。これ何よ。あ、そうそうそう。なんか1万円札投げ飛ばしてるみたいな感じ。すごいキャラに見えてきましたよ。すごいね。これは。そうですね。まあたくさん投げれるんで、しばらくすると戻ってくるんですけど、これを敵に当てることによって敵を弱体化させて剣で切る。うわー、はい。まあ、普通に剣だけでも戦えるんですけど、剣も強い。剣だと一撃で倒せないんですよ。だからでもお札貼っておけば一撃で倒せる。うわすごい。お札は本当に弱体化させますね。あとはこのお札貼った敵に対して、さっき言ってた、うん、内定連鎖ですか。刹那の踏み込みから斬撃を叩き込むですね。これですね。うわ、ちょっと待って待って待って、目が追えないですね。貼り付けて、早い。うわ、一瞬でそこに、うわ、そんなとこに行ける。うわ、空中に足がついて、いや、俺これ敵になりたくないな、これ。もうじゃあキリンちゃんは常に空中戦ができる。はい、確かに。うわ、すごい、かっこいい。いや、見えない。これこそ早い早い。もうみんな早いぞ、キリン。ね、すごい出てますね。やばい、高速で早いって書いてる、みんな。うん、すごい。連続で敵を倒していくっていうバトルスタイルのキャラクターです。慣れるとね、すごいサクサク。やば、うわ、爽快感やばい。すごいですねこれ。いや、もう俺も今自分がどこにいるかが分かんなくなる。まあね、一応ガンボルトもちょっとだけ、あ、見たいです。お願いします。ガンボルトはですね、交代するんですけど、あ、交代する、あ、びっくりした、交代する。おいおいおい、なんでこれランマ2分の1設定みたいな感じになってる。こんな切り替えが、キリンにもなんか尺状がついてきてる。あれ、はい、この尺状なの？男子ってマークみたいに見えるけど。確かに、丸に矢印みたいな。男子ってマークに見える。かっこいい。まあ、ガンボルトは基本的には、うん、従来と同じバトルスタイルです、ね。ダートを打って電気。何が違う？いや、つえ？おお。まあ、結構いろいろ新アクションもあるんですけど、今はちょっとまだ。はい、とりあえず、まあ、いつも通りのことはできますよと安心してくださいっていう感じですね。無限の跳躍って感じで聞いてる人ですね。よりあ、あれも来た、あ、来た、線越えたから。はい、もうダメ、終わり、おー、ここで一回終わり、あー、歌聞けない。これは一回